飯塚オートレース場所属、穂影美咲です。アルバイトをしながらレーサーを目指していました。スポーツでご飯食べに行きたかったんで調べたらオートレーサー見つけてオートレーサーになろうって決めました。自分小学生から高校生までずっとソフトボールやってきてたんですけど、高校進学の時にもう別のことに挑戦したいって思って、でそこからでもできる未経験でもできるスポーツっていうことで調べて、そしたらこのプロの世界オートレースっていう世界があったので、そこに入ろうと思って決めました。スピードと音です。楽しかったです。オートレースのことを一日中考えてそれに集中できて、で他のことはほぼ何も考えてなく、自分が来たかった場所でやりたかった生活で幸せでした。みんなが早かったのでついていくのに必死で大変だったんですけど、辛いとかは全くなくて、もうそれも楽しかったです。ミサキングです。名前がミサキなのと、まあ、キングって似合うぐらい強くなりたいと思って決めました。元気いっぱいです。デビュー戦一着です。有名な選手になることです。上を目指し続け、常に車検に絡めるよう全力で走ります。応援よろしくお願いします。